シャス7日です。今回はこちら VMP をねアンロックしたわけですよ。ついに私もゲットしちゃいましたね VMP。 いやいいね。あの BO4 はあの暗号キーというかあのあれですね、ブラックジャックのボックスを50個貯めて、あの一つのね新武器と交換できるという神システムがあるので、そうなんですよ、簡単にねこういうね追加武器を手に入れることができるわけですよ。いやーこのシステムはほんとマジいいね。おーおめえ、お前アーガスかなんかか、いいね、強いよやっぱ強いなこれ、やっぱり VMP ですよ世の中は。まずこの武器、あーやばいやばいやばい、ナインバーン勝ち、ナインバーン勝ち、うわーこの武器の方が勝ちだった、あー強すぎるー強っ、マジかこれ、あやばい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 、いや勝てちゃう勝てちゃうんですねすごいなマジこれ、ビビるわ。あ待って待って、あ待って、ちょっと待ってよ、味方召喚頼んま強すぎる強すぎるこれ、あいま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 い、よしよしじゃない、 90P 足りなかったまあそんな感じで今回は VMP で、うわやばいねこれ、やばいなほんと、強いよこれ、何この無限の火力、あこれまあまあ言うてたけど言うてたけどいやーこれ強いなー、久々になんか武器の火力に感動しましたよ。これもだって BO3 のね SMG の中でか、まあトップレベルで強かったけど、まあ管の方が強かったんだけどね、後々管は強くなった感じなんだけどさ、いやそれにしてもすげえな、これはでも感動ものですね。つい先日 BO3 やったとこだからこそこのね武器のねいやーいいねこれは、あーこれ2枚はちょっとあれだね、ちょっとあの BO3 とちょっと違うところはやっぱ若干こっちの方が硬いってところでしょうか。まあでもこれぐらいがいいな俺は、うん、ちょっとあれかな、ブラボーやばめ、うわマジか、これでワンチャンいけるかと思ったけどノーチャンでした結構狙われてんなここ、やられとるんよ味方、あー3人は厳しいけど、これ2人なら難なくいけるな、いやーすげー、これはやべえ武器で、やべえ武器ゲットしまったな俺、おーおーおー余裕で勝てるぞこれ、おいちょ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 、なんだなんだなんだ、あーランパか、なるほど、じゃあ私もちょっとタップディプロイ置いてちょっとねあれですね、味方の援護したいですね、うえこれな、あやばい、タイライトニングが食う、どうしよっかな、これちょっとなんかあの序盤でかなりね押してキルをしたから調子乗っちゃった感あるけど、ナイス、あーナインバーやばすぎ、ナインバーされても別にこれ腰ダメでいけるしな、すごいなこれ、なんか味方のなんかこれ敵マークじゃなかったっけ、光ってんの赤く違ったっけ、なんか敵マーク光ってんだけど、味方に敵なの味方は、よく言い間違えますけど、僕は敵のことを味方、味方のことを敵ってね、いた大丈夫か、おい大丈夫じゃねえじゃねえかよ、なんかダウンとか言ったからいけるかと思ったら全然ダメじゃねえか、ちょっと後ろから行きますか、ちょっとねこれは後ろからちょっと攻め入って行きたいところだけど、うーんって感じ、行け味方、これで行くぞ俺らは、あぶねこいつは、オッケー、多分ここ来るな、オッケーオッケーオッケー、お前らこんなところからわらわら湧いてきてんじゃねえやー、くそどんだけ湧いて出てくる、ナイスナイスナイス、味方ナイス、いいね素晴らしい素晴らしいね、 B 取り返したな、
うまいこと4点差でギリギリ保ちました。このなんだなんだ、あ、味方が打ってんのね。あれいけるじゃん、いけるじゃん、押せろ押せろ押せ押せ。多分横来るな、これは。早っ、このウサちゃんすげえ早いな。僕の考える敵のルートよりはるかに、おっ、おつー、あー、なんでこいつジャケ着てねえのになんか硬いな、マジ。今回エクスプローションなんだけど、エクスプロージョンしてきたのにな。ほら死なねえ。嘘、ランチャーでさ、て対人強化してきたんだけどな。あ、待って待って、おー、もうそんな感じですけど、いや、いいね。なんか VMP もいつの間にか溜まってたからさ、いいですねこれね。まあ皆さんもね、ちょっと BO4 どうですか。いや、最近ちょっと BO4 ね、人増えてるんですよ。僕がセグシコシコ上げてるからかはどうかは分かんないですけど、コールオブデューティー昨日戦い大会ありましたからね、そちらの影響もちょっとあってほしいななんて思ったりするんですけどね。みんながコールオブデューティー、あ、やってるじゃんっつってね、僕も見てましたけど、なかなか見てる中ちょっと寝るっていうね、やっぱスイマには勝てない。いいところだけ見ましたよ、最後のところだけ。ほんと最後のところ、スカーズ VS リバレントの第1回の戦いと第2回の敗者で上がってきた時のあれで、僕はね、記憶途切れてますけど、いや、でもやっぱいいね、大会とか見てるとね。なんか最近コールオブデューティーってクランどうなのかなとかって思ったりねするわけなんですよ。最近クランっていう中の集まりというよりかは、プロゲーマーがそういう風にやってるケースがね多いのかなって、そういうこともね思いますけどね。まあ僕も武藤はね、クランとかそういうの作ってた時代ありましたからね、自分がクラン作ったり、作ったクランに参加させていただいたりとかね、いろいろあったんですよ。だから合計なんだろうな、なんだかんだ一番最初のクラメンがね、ずっと友人として付き合いが長いなっていうのがあれなんですけど、すごいよね。まあ皆さんも友達とかっていろいろ友達のね、つながりってあると思うんだけど、なんかなんだろうな、言ったら一番自分と趣味が合う友達がなんだかんだこう付き合い長かったりすることありますよね。なんかこう同級生とかそういうとこよりもね。あれ、なんかいなかった、ここ。なんか俺らの場所がさ、ちょっと違うんだよね、なんか。あー、絶対これ効かないマンなんだよな、君たち。あ、下下下、お前何下打ちてくれんだ、おら、お前を呼ぶぞこの野郎。よし発射。いやー、エクスプロージョンいいねこれ。おー、上から発射しよう、もう一回。あー、これダメ、ここ入らない。おい、お前、おい、お前何やってくれてんだよ。じゃ大丈夫か、いけいけ、これいけ。そうなんですよね。まあでもね、皆さん友人関係どうですか。僕はね、最近感じることがあるんですけど、友達とかっていうのでね、まあ趣味が合う友達でも、なんだろうな、自分とね相性が良くない人っているわけなんですよ。それがね、僕的には自分がこうめちゃくちゃブチギレそうな、なんかこうね、ことが年に1回ないし2回あるような友人とはね、あんまりね相性が良くないから、みんな、まあみんなにおすすめってわけじゃないんだけど、なんか無理に付き合うより距離を置いた方が良かったりするんですよ。まあ付き合い方ですよね。なんかほんとね、いるんですよね。そのゲームで知り合った友達っていうのはもう結局ね、何年も付き合いが長いんであれなんですけど、なんかこう同級生とかそういった類、同じ学校とかそういう友達っていうのはなんかね、そうだな、ネットとかでこう一緒にクラン組んで一緒に趣味をこう堪能する友達と比べたら結構そういう風になりやすいのかななんて思ったりするのが僕の持論なんですけど、まあこれでも人いろいろねありますからね。
いろいろなパターンあると思うんですけど、あ、こっちから来るか、なるほど。あ、ちょっと左だった。まだ私はリスするぞ。あー、もうリスキル祭りじゃないかこれ。そう、なんだろうね。まあだから僕はその友達とかそういうところで付き合う付き合わないの、まあ基準としてはやっぱり自分がね、そこでね、なんかこうブチ切れそうになる、そういうことが年に2回ぐらいある人とはちょっと距離を置いてますね。はい意外とそれね、あると思うんですよ。皆さんもこいつこれがなかったら本当いいのにってやつに、やつはね、結構ね、現実世界いると思いますよね。そういう人たちですよ。僕はそういうのが全くない友達の方がやっぱ付き合いとしてはねいいと思うので、そういうあれですよね、自分を本気で怒らせるような人をずっと友達でこう、なんでしょうね、友達として付き合ってるよりちょっと距離を置いてね、たまになんかちょっと報告するぐらいのいい関係にした方がいいなっていうのは本当よく思いますね。まあ、悩んでる人結構いると思うけどね。こんだけね、世の中の世界が広いんだからね、友達は大いに越したことはないと思うんですけど、僕はどちらかといえば少なく、自分とこうあれですよね、自分がこうなんか喧嘩にならない友達を少なく持つぐらいが一番僕はね、うまいこと付き合いが、長いこと付き合いがね続いてますけど、やばいですね、ちょっとやば。ちょっと待って、あと1回ちょっと、まあでもタップディプロイでもギリ間に合うわこれ。いける、ギリ間に合うから、ここでちょっと手前だけどごめんね。これでちょっとワンチャン死んでも大丈夫なやつ。大丈夫、タップディプロイでもう一回いける。これ B 取りたいね。ちょっとリードを失った、これはなかなか熱い展開だ。これは B 取りたい。 OK、 ヒル取った。 OK、 取れるぞ、これ取れるぞ。取った。よし、いいぞ。負けたー。あー、1点差かー。くっそー、めっちゃいい勝負。 GG。 いや、今回めっちゃいい勝負しましたね。いやほんとね、昨日のだからドミネーションとか見てて、ほんとなんかもう1点の差引き分けとかあったでしょ。もうそういう試合見ると、おー、これドミやりたくなるなっていう、そういう活力をやっぱね、あれですよ、そういう大会っていうのはもらえますからね。はい、もう別のゲームでも活力がもらえるっていうのはすごいですよね。まあ同じコールオブデューティーだけど、やっぱ皆さんもぜひともね、コールオブデューティー起動しない人は久々にやってみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこんな感じで VMP をアンロックしたよっていう感じのドミネーションでございました。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい、来た、いいね。あ、ワンちゃんちょっと倒したいな、あれ。うえー、あー、いいね、圧倒的な火力。あ、虹光った、やったー、虹光ったぜ。これ待って、これいつまで続くんだこのかもしれんけども、って感じですね。おい、あー、こういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんでいけるんで、こんな感じですよ。